これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2の1、広島相手陣43-48ヤードからファーストダウン点。クォーターバック3番、ランニーバック21枚のセーフティーバルブのパス、21番キャッチアンドランで約4ヤードのゲイン。プレーナンバー2の2、広島相手陣46ヤードからセカンドダウン8。ベアーズナイスディフェンス。ランニーバック21番ハンドオフから左オフタックルを走ろうとしましたが、これはカバーされ3ヤードロス。プレイナンバー2の3、広島相手陣49ヤードからサードダウン11。ナイスタックル。ランニーバック21番ハンドオフを受け中央突破を図りましたが、これをベアーズ78番がタックルし、ゲインを1ヤードで止めました。フォースダウンに変わります。プレーナンバー2の4、広島フォースダウン9、パントフォーメーションを選択。ボールオン相手陣47ヤード。このパントはベアーズ陣20ヤード付近でボールデッド。攻守交代です。プレーナンバー2の5、ベアーズ自陣20ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック4番、ワイドレシーバー82番へのパス、しかしオーバースロー。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー2の6、ベアーズ自陣20ヤードからセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック4番、ワイドレシーバー89番にパスを通し、約3ヤードゲイン。プレーナンバー2の7、ベアーズ自陣24ヤードからサードダウン6。
ナイスラン、ファーストダウン。クォーターバック4番 QB ドローで中央突破、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の8、ベアーズ自陣35ヤードからファーストダウン10。ここでベアーズエクスチェンジミス、幸い自ら抑えておりますが約2ヤードロス。プレーナンバー2の9、ベアーズ自陣33ヤードからセカンドダウン12。パス成功。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック4番ワイドレシーバー82番にパスを通し、82番、これをキャッチアンドラン、大きく前進しファーストダウン。プレーナンバー2の10、ベアーズ相手陣13ヤードからファーストダウン10。最高、タッチダウン。クォーターバック4番エンドゾーンへのパス、ターゲット82番、これをジャンピングキャッチしエンドゾーンで着地、タッチダウン成立で6点獲得です。プレーナンバー2の11、ベアーズトライ4ポイント、キックによる1点を狙います。キッカー82番。キック成功、1点追加。クラブベアーズ7点、広島ホークス7点、同点です。プレーナンバー2の12、ベアーズキックオフ。先ほど得点を挙げたベアーズのキックオフで試合再開です。キッカー12番。広島リターン、広島陣25ヤードを超えたところでボールデッド、リターナー1番。プレーナンバー2の13、広島自陣29ヤードからファーストダウン10。
フルバックのダイブプレー、ゲインは約3ヤードキャリア4番。ここでウォーターブレイクです。レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウト。プレーナンバー2-14、広島自陣32ヤードからセカンドダウン7。ランニ枠21番、オプションプレーのピッチを受け左オープン展開。ファーストダウン獲得です。プレーナンバー2-15、広島自陣39ヤードからファーストダウン10。ランニ枠21番、トスを受け右オープンへのスイーププレー、ゲインは1ヤード。プレーナンバー2-16、広島セカンドダウン9、ボールオン自陣40ヤード。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー27番へのパスでしたがカバーされておりパス不成功です。サードに変わります。プレーナンバー2-17、広島自陣40ヤードからサードダウン9。ここでホイッスル。チームタイムアウト、広島。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。広島前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-17、
広島自陣40ヤードからサードダウンライン。パス不成功。クォーターバック3番プレッシャーかわしながらターゲット27番へのパスでしたが、このパスをコントロールミス、フォースダウンと変わります。プレーナンバー2の18、広島フォースダウン9、パンプフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣40ヤード。ベアーズリダー、ベアーズ陣30ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー2の19、ベアーズファーストダウンテン。ボールオン自陣31ヤード。ワイドレシーバー、82番スイングモーションからの右オープンへのスティープラン。ゲインは約1ヤード。プレーナンバー2の20、ベアーズ自陣33ヤードからセカンドダウン8。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー2の21、ベアーズ自陣36ヤードからサーダウン5。ベアーズファーストダウン、ナイスラン。ランニングバック10番クイックピッチを受け左オープン展開、相手タックルかいくぐりそのままファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の22、ベアーズ自陣44ヤードからファーストダウン点。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番ワイドレシーバー32番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー2の23、ベアーズ相手陣40ヤードからファーストダウン点。フランカー32番ジェットモーションスイープで右オープン展開、約5ヤードのゲイン。
レーナンバー 2-24 ベアーズ相手陣35ヤードからセカンドダウン5パス不成功。クォーターバック4番パスを投じようとドロップバックしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-25 ベアーズサードダウン5ボールオン相手陣35ヤード試合時間残り前半59秒。パス不成功。クォーターバック4番プレイアクションからのパスターゲット89番これを89番キャッチミスフォースダウンに変わります。プレーナンバー 2-26 ベアーズフォースダウン5プレーを選択します。ギャンブルボールオン相手陣35ヤードベアーズファーストダウンクォーターバック4番 QB ドローでファーストダウンチームタイムアウトベアーズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間47秒で時計は止まっております。ベアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間は47秒。プレーナンバー 2-27 ベアーズファーストダウン10ボールオン相手陣27ヤードパス不成功。クォーターバック4番エンドゾーンへのパスしかしコントロールミスセカンドダウンに変わります。プレーナンバー 2-28 ベアーズセカンドダウン10ボールオン相手陣27ヤード試合時間前半残り42秒。パス不成功。再び4番ドロップバックからのパスしかしこれもターゲット見つからずパス不成功サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-29 ベアーズ相手陣27ヤードからサードダウン10試合時間残り前半37秒。クォーターバック4番パスをしようとしてそこからスクランブルしかしフォースダウンに変わります。チームタイムアウトフランペア
ベアーズ前半2回目のタイムアウトを取りました。前半残り時間29秒です。プレーナンバー2-30、ベアーズフォースダウン8、プレーを選択します。ギャンブル、パス不成功。クォーターバック4番パスを投じようとしましたが、このパスをカットされました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、プレーナンバー 2-31、 広島ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック3番ロングパスを投じようとしましたが、ターゲット見つからずパスを投げ捨てました。プレーナンバー 2-32、 広島セカンドダウン10、ボールオン自陣25ヤード。前半残り時間は15秒。2ダウン、時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島ホークス7点、クラブベアーズ7点、同点で後半戦に移ります。